ディルディルディル、どうもディディルです。ということで今日なんですけれども、あの YouTuber がおすすめする原料飯はどんな味がするのかやっていきたいと思います。で今回は、サイヤマングレート、サイヤマングレートさん、サイヤマンさん、サイヤマンおっぱい、なんて言えばいいの、サイヤマンさんのおすすめ原料飯を、やっていきたいと思います。でまあ動画、詳細欄にリンク載せときますけれども、まあ、あの原料飯、控えめに言ってゲロ。じゃあ実際ね、そんなまああの見ただけじゃダメだから、実際食べないと、食べてこうどう思うかだからということで、食べて、どんな味がするのか、やっていきたいと思います。でメニューこちらに、控えてきました。この食材今から買っていつものところ戻って料理して食べたいと思います。それでは買い出し行ってきたいと思います。はい、ということで買ってまいりました。1店舗じゃ全部揃わなくて、これね、全部で3店舗行きました。で、それに合う食器もないから100均って食器も買ってきました。はい、卵ね、で、メーカーブー、松茸のお吸い物、ノンオイルのツナ缶とオートミール、カッテージチーズですね。はい、で、ささみ入れてたんですけど、サイヤマンさんはちょっとね、ささみはなくて、で、あの塊ちょっと入れるのはあれだったんで、サラダチキンの切り落とし、もうスライスされてるサラダチキンを買ってきました。はい、これに合うボールみたいになってない、持ってないからさ、100均でボールも買ってきました。はい、ということで、早速作っていきたいと思います。ちょっと動画見ながら作っていきます。ちょっと待って、ちょっと待って、目分量っすね、大体。けど男ってもうこれだから、これが現実だし、俺もねすごく適当なとこだから、こうやって目分量でやってるのを見るとすごく共感持てます。じゃあいきます。はい、じゃあ今これに全卵1つと、卵白3つ入りました。これをチンしていきます。できました。はい、これがサイヤマンさんの原料飯、マッスルサイヤ飯でございます。見た感じは結構よくできてるんじゃないですか、再現性も高く。はい、これをこれから混ぜて食べていくみたいなので、早速食べていきたいと思います。はい、でマクロを出します。せーの、こんな感じです。まあこれは痩せます。これはもうね、数字だけ見てももう完全に痩せるわっていうような感じでございます。はい、じゃあこれ早速混ぜていきます。混ぜるとこんな感じでございます。なんかやっぱりやっぱ軽めの残飯感あるっていうか、うん、このメカブがいい感じで、このなんつーのくちゃくちゃ感っていうのかな、ネチョネチョっていうくちゃくちゃ感を出してるので、まあ、こんな感じでございますけれども、はい、それでは早速いきます。実食、はい、いただきます。ちょっと怖いけど、うん、なるほど、思ってたよりちょっと美味しいです。はい、これなんだろう、最初はねすげえ怖え、メカブとカッテージチーズすげえ怖えみたいな、もうそこの組み合わせが全方位でバトル繰り広げんじゃねえかみたいな、もうスマブラ感出すんじゃねえかと思ってたんだけど、あのね、思ったよりも味美味しいです。それで
想像してるよりもすごくさっぱりしてる。うん、卵が何も味付けしてないので、サラダチキンの塩分がアクセントになって、あと松茸のお吸い物とね合ってて、でこれはね腹膨れるわ。うん、腹膨れて痩せるし、タンパク質も豊富に取れるっていう面では優秀な飯かもしれない。うん、毎日食べるものって考えると結構きつい。毎日これを食べ続けると、俺すげえハードの減量してんなみたいな感じの気持ちにはなれる。俺は毎日食えない、すげえ腹いっぱいなんだこれ。ちょっとお腹いっぱいになったなと思って途中で残すじゃん、ちょっと置いといてまた後で食べようみたいなっていう気持ちにはなれないね。うん、また後で食べるからちょっと置いとくみたいな感じになったら、これ絶対食べないと思う。もう一気に食べないと、もう書き込む感じ、書き込む感じでいかないとまずい。まあ、D 麺の方が正直味は俺は美味しいと思う。ただ、すごく腹がいっぱいになるのと、めちゃくちゃタンパク質が取れるので、タンパク質を摂取しながら、ストイックな減量をしている人にはおすすめだと思います。詳細欄に作り方というか、まあ、元ネタの動画貼っとくのでチェックしてみてください。はい、それでは